みなさんこんにちは。しです。はなです。高校生です。小学生です。そんな三兄弟でお送りします。今日はミニオンクジャパンカップにやってきました。ジャパンカップ、それはミニ四駆の夏の甲子園。高難易度のミラクルバロンサーキットに挑むミニ四レーサーの熱き戦い。果たして神経カナダンの挑戦やいかに。頑張って勝つぞ。さあ、今回も実況は私ミニ四駆大好き天の声が務めさせていただきます。カナナンのファミリークラスのレースが今スタートしました。さあ黄色の3コースカナナン、順調な滑り出し。おっと、いきなり2台リタイア。さあカナナン、このままトップ争い。おお、トップに躍り出た。カナナントップを疾走。さあこのまま、おっと1台リタイア。さあ、おっと止まっている。カナナンコースに横倒し、全車リタイア。このみんなの中で一番次は K のジュニアクラスのレースになります。青の1コース K のトライダーが今スタートしました。さあ順調な滑り出し。おっと、デジタルカーブでかなりの減速。なん、おわ、横倒しになってる。さあこのまま行くのか。おわ、コースアウト、うん、無理だった。前回これを忘れて、てかなくして出れなかったんだから全力で走るぞ。最後は真のトライアルクラス、1対1の勝負。さあスタート。さあ順調に、おっとデジタルカーブでかなり減速したが、なんとか走れている。さあこの調子でいくのか。先行する相手に追いつけるかどうかが勝負のポイント。やはりデジタルカーブでは減速をするが、さあここから直線に入って、おっと抜いた抜いた、逆転。真がトップに躍り出た。さあこのままいける。あっと、おー危ない、横倒しになりましたが、そのまま復活。うわ、デッドヒートです。さあこの調子で、お、何かパーツが落ちたぞ。何かパーツが落ちたぞ。お、何かパーツが落ちたぞ。今のは真のマシンか。ループチェンジャーが登れない。さあこれはパーツが落ちた影響なのか。真リタイアです。リタイア、リタイア、コースアウト。絶対次は勝ってやる。これが私たちの新しいマシンだ。行くぜ、レッツアンドゴー。デジタルバンクを超えて速い。ここで、おっと、出したいところ。さあスロープを越えて、おー、繰り返って逆走、リタイアです。すごい無力だ。さあ負けた。もう次は勝ってやる。9月見とけよ、絶対リベンジしてやる。あ、リベンジしてやるぞ。おお、面白くなりたいよ。もうスロープさんで特訓するぞ。横浜元町中華街にあるコースラボさんは、公式コースに似たコースがあるので特訓に最適。いっぱい走らせました。そしてマシンのフロントが壊れた。みんな強度を考えてパーツを組もうね。わかったな。どうしてもね、この後一緒に走らせてたお客さんやお店のオーナーさんにアドバイスをもらって問題点を改善したよ。これで勝つぞ、東京大会。最後の戦いが始まる。デジタルバンクから曲がれない。デジタルバンクから直進、そこはカーブ。ディオ、我らが女神よ、なぜ隠れてしまわれた。我らの勝利はどこへ行った。悔しいけど帰ってこい。帰ってこい。
さあカナランのファミリークラスのレースがいよいよ始まります。緑の2コースカナランレーススタート。さあ素晴らしい飛び出し、カナラン絶好のタイム。おーっと後続のマシンが、わー抜いた、逆転されてしまった。さあカナラントップを譲って2周目、このままの調子で、おっとトップのマシンがコースアウト。さあカナランが現在トップ独走で3周目に突入。この調子でいけるのかカナラン。さあデジタルバンクもおっとそれぞれの難所も軽く超えて4周目、これは行くのか。さあカナラン安定してデジタルバンクを超えて登れない、ループチェンジャーの壁が熱い。カナラン残念、ここでリタイア。ループ登りたかった。みんなもミニ四駆チャレンジしてみてね。みんなチャンネル登録よろしくね。おすすめ動画はこちらになります。